皆さんこんばんは。フランス料理シラバス、YouTube シラバスフランス料理担当の坂内です。1月11日です。ですね、フランス料理、今日はねちょっとフランス料理ではなくて、牛の煮込み、もつ煮込みを、もつ煮込みといってもビール煮込みなんですけど、ビール煮込みを紹介していきたいと思います。材料がこちらです。和牛の筋ですね。飛騨牛筋、今日は飛騨牛筋を用意しました。それから、牛ハツ、心臓です。牛ハツ、一般的なホルモン、小腸ですね、小腸で、これが2番目の胃袋、蜂の巣、蜂の巣状にこうなってるでしょ、蜂の巣で、こっちが、赤線、4番目の胃袋、4番目の胃袋で、こんにゃくと大根です。では早速参りましょう。まずですね、ビール 2.5リッター、ビールです。姉妹店のラクロアゼって店舗があるんですけど、そこのエビスですね。これエビスなんですよ。 2.5 リッターのエビスです。沸いたら、和牛筋をここに加えますね。それから大根とホルモンは下茹で、一回下茹で、下茹でです。まず大根、お湯、沸かしたお湯に大根を加えて。ビールは恵比寿でないとダメですか？いやいやいや、もうお正月気分なんで恵比寿で行きたいと思います。お正月気分で。ずいぶん寒いとね、このいろんなこうお店でもつ煮があると思うんですけど、うちはあえてビール煮を作ってお客さんにお出ししてます。もう沸いたら OK なので、はい、沸騰してきましたので、ビール、今ビールの鍋の方に移します。で、こんにゃくも下茹でします。こちらも、ビールの鍋の中に加えます。今大根とこんにゃくと入ってますね。ホルモンも下茹でして、鍋の中に加えています。まずハツからいきましょう。分量が牛すじが2キロあります。大根が1キロです、さっきのね。で、こんにゃくが 500g で、ホルモンはもう手に入るもの何でもいいですから、300ずつ今日は集めてます。 300g ずつね。で、下茹でして臭みを取る。でもどんどん煮込みの方に加えていきますね。小腸です。これが一番もつ煮のなんていうの、こうらしさを、脂の旨みとかね感じる部位ですよね。
2番目の胃袋を蜂の巣。フランス料理でもこの蜂の巣は使えますね。あのイタリアンと一緒で、イタリア料理と一緒でトマト煮込みにしたり、ハーブパン粉をまぶして焼いたりします。 ね、苦手な人も多いです。で、赤線ですね、最後赤線、4番目、胃袋の。ホルモンは人気なんでね、この牛すじよりあのグラム単価高いですもんね、ホルモン。需要がそんだけある。新鮮なものも多いし、今は。はい。うわ、すごい湯気だな、今日は。では、ホルモン全部入りました。牛すじは、臭みもなくてですね、この脂の旨味ももったいないので、下茹ではせずにこのままこうやって。焼いても食べれない部位、例えば筋とかあのアキレスみたいな腱の部分も煮込むと柔らかくなって、こうプルプルとゼラチン質のね、美味しい食感に変わるのところが面白いですよね、煮込む料理っていうのは。室温が低すぎて湯気立ちまくる。ですね。ここもこの牛とホルモンから旨味がぐっと出てくるから、あとビールも旨味を持ってるからね。では、全部材料入れたところに、沸騰してアクが出てくるので、そのアクをまず取り除いたら、お砂糖ですね、きび糖です、 200g で、お塩が、15g、 で、醤油が80、濃い口醤油 80cc、 このビールの苦味と旨味と、牛ホルモンから出る旨味がですね、こう相まみえて、どん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 ここから美味しくなりますので。で、煮込み時間は1時間ほどで全体が柔らかくなります。塩加減はですね、塩梅は皆さんここから調整してもらっていいですし、これも大量じゃないですか、10分の1ぐらいでやっても、ね、ご家庭用だといいと思います。これ仕込んどくと、例えばうどんのベース、うどん、牛ホルうどんとかね、いいと思いますね。うちは何屋だって感じの話してますけどね、これラクロワゼで提供しているお料理なんで。では、もつ煮が煮上がりました。見てください、この美味しそうなもつ煮。では盛り付けしていきますね。
和牛もつ煮の完成です。では試食はグルメリポーターのアランからお願いします。アランです、よろしくお願いします。人気商品、はい、コラゼロ人気商品です。いただきます。旬でる、はい、味がもう旬でて、うん、牛すじがすごい柔らかいです。で、もつも全然臭みなく、うん、処理されてて、うん、美味しいですね。ほんと明日の方がもっと美味しいんだよ。そうです、どうしても一回冷まして、ちょっとビールの苦味が強い部分がある時があるんで、一回冷やして、温め直した時に、はい、味が入るし、ちょっと甘みも増すんで、そういうもんですね、はい、もう大人の味でね、ビールがこう、はい、旨味を生んでるから、すごい一品ですね、はい、本当に。これを、はい、食べに来てもらうのね。そうです、はい、いろいろ食べらずにね、はい、牛すじを使って焼きうどんとかも作ったりしてるんで、これから焼きうどんだと、はい、それも人気商品なの。でも人気商品です。トリュフ焼きうどんっていうことがあります。トリュフもかけんの、はい、かつお節の代わりに、はい、すごいな。それでいくら5000円ぐらい1000円です。1000円、はい、食べたいな食べたことないな、うん、またシューマイ作って俺食べてないから、はい、アランが作る、たまに作るシューマイが人気らしくて、味見する暇もなく売り切れるって言ってね、はい、すごいですね。また1月もね、コロナ感染対策を施してですね、元気に営業してますので、ぜひ多少お運びください。ラクラゼの美味しいビール煮込みが待ってますので、ぜひラクラゼの方もよろしくお願いします。セボンです。